ルだぜ。はい、マスさん、冷たいタオルをどうぞ。お、サンキューパレオ。今日の練習もデラハードでしたね。フェスからずっと熱の入った練習が続いてますけど、今日はマスキさんから特に気合を感じました。そうか、フェスで演奏した時今までにない感覚があっただろ。あの感覚をもう一度再現できればって思ってんだけど、なかなか届かねえんだよな。あの時の感覚は本当にすごかったよね。血が燃えたぎるっていうか。確かにフェスのライブはエクセレンスだったわ。まさに想像を超えることができた。ただ今となってはそれも過去のこと。これからの私たちはあの感覚すら超えていかないといけない。そうだよな。うん、後追いじゃなく超えていかないと。そういうこと。あ、そういやライブの後さ、チュチュがあんな気持ちになるなんてとか言ってたけど、あれって何だったんだ？忘れたわ。はあ、わけねえだろ。こっちは気になってんだからさ、隠すなって。そんな過去のことなんていちいち覚えてるわけないでしょ。私たちは常に前に進んでいかないといけないんだから。そうだね。それに過去のことは覚えてなくたって刻まれていくものだし。パレオもそう思います。チュチュ様と出会ってからの1分1秒、その全てがパレオの体に刻まれているんです。そしたら私の体にもすごいスカートをされた時のことや、カッコ仮だった時のこと、明日の歴史が刻まれてるんやな。改めてバンドなんだなって感じがして嬉しいです。だな、すっげえいいよな。うん、あ、どうしました、マスーさん。あのさ、ちょっとお願いがあんだけど、みんなと刻んでおきたいっつーか。まだつかないわけ。こんな山奥まで連れてきて。チュチュ大丈夫か。階段あとちょっとだぞ。ほら見えてきた。あとちょっとって一体何が見えるってのよ。綺麗な夜景です。綺麗。ここがマスキが言ってたあの写真の場所なんだ。ああ、どうしてもこの景色をみんなで見たくってさ。チュチュ、あのさ。何よ。タクシーで酔ったのか。うるさいわね。普段は車酔いなんかしないわよ。こんな山道だったら誰だってなるでしょ。そこまで険しい山道って感じじゃなかったけどね。なんか悪かったな、無理やり付き合わせちまって。別に構わないわ。こういう時間が大事ってこともよく理解してる。チュチュ、本当ここから見る夜景は圧巻ですね。下に広がる街の明かり、上に広がる満天の星、何度見ても照らしてきや。はい、まるで宇宙の中に立ってるみたいです。チュチュのマンションから見える夜景もすごいけど、ここはまた一段とすごいね。丘の上は明かりが少ないから普段は見えないような星まで見えるのね。そっか、暗いからこそ見える星っていうのもあるのか。だったら私はもっともっと明るく輝かないと。あの、せっかくだからみんなで写真撮りませんか。ほら、マスキさん、前にみんなで写真撮りたいって言ってたじゃないですか。お、サンキューロック。よっしゃ、早速撮ろうぜ。あの、
写真を撮るのはパレオも大賛成なのですが。どうしたの、パレオ。帰りはどうしましょう。タクシー帰っちゃいましたけど。こんなところから歩いて帰れるわけないでしょ。今すぐタクシーを呼んで。はい、ご主人様。けど大丈夫なんですか、その車酔いは。マスキング、どうしてくれるのよ。まあこういうのもバンドっぽくていいよな。全然よくない。ほらチュチュ、写真撮ろう。後のことは後で考えよう。ですね。ほらチュチュ様、それじゃ全員映りませんよ。もっとギュッと詰めてください。ギュッと。まったく、ここでいいの？おう、バッチリだぜ。それじゃ行くぞ。3、2、1。